ゲーに走ってああなってなたのか女ゲーとか女とじゃないんだようだから彼女を公開するとそうなっちゃうのがそう経験上ねそう経験上俺も女ゲーって言われたけどゲーじゃないんだよガチだよってなってるから多分水にはもうその節はあると思う <laughs> リアルにマジで困ってんだと思うよでも元の喧嘩は台本だぞそれさ水ニャンがさね台本でしたみたいな「ブックです」とか言ったから台本だって言ってんでしょ甘いと思う何でもかんでも台本って言えば済むと思ってるから台本って言葉ブックって言葉使ったんじゃないかなって俺は思うけどね台本ってなんかなかったことにできるじゃん、ね、リアルだと実際に起きたことだとまずいから「フィクションです」みたいな「後からフィクションです」って言うみたいな 結構後付けかなって思っちゃうけどね台本で円形脱毛症にはならんだろう、うん、俺もそう思っちゃう恋愛バラエティで勉強してるだけありますねそう勉強してんだよ、うん、お前の考察甘いまあちょっと甘いね浅いかもしんないけどそうだからねあの2人ともさ本気で幸せになりたいんだったらお互いの首絞めることになるんだよ だから、配信やめた方がいい。幸せになりたいんだったら、その、お互いの幸せを考えるんだったら、別れるか、配信外でお付き合いするか、その、それしかね、方法はないんだよね。子供も配信出すのかなうーん。本当に妊娠してんのかなって俺は思ってる。<laughs> いや、それはなんかひどいかもしんないけど、本当にって思ってる。みんな疑ってんの。生まれるまで分かんない。生まれたら信じる。うーん。 った最初から疑ってる人たちはいるの、うん、一緒に病院行ってきてみていやまあ多分ね8割方ほんとらしいけどねそ<う>聞く話によるとお、うん、なんか大きくない大きくなってきてんのかなだってん、あともうちょいで生まれるの仮に生まれてもその報告は絶対しないみたいよ <laughs> いや無理が悪くない無,無,理無理じゃないそれは うん、えだってあの独房で育児するんじゃないの、うん、あの独房で育児するんでしょ無理じゃんそんな隠すことなんて独房じゃない小屋な八、うん、王子にペガコの家があるうんでも今の段階でずっとなんか一緒にいるんだったらねどう,どうなるんだろうね、うん な実際にペガあったんやろどうだったたんうーんんどううだんかさ分かんないんだよねそのなんかあのお腹に子供がいるかどうかってそう細身の女性がいきなりお腹だけぷっくりこうやって膨れてたらあ妊娠してるんだって分かるじゃん理解できるんだけどこれ以上は言わなくても分かるでしょう,うんう分かんなかったあ実際何回かお会いしたことあるけど分かんなかったんだよね、うん 分かんないそうだからなんかあの妊娠に対してなんか理解を知識があまりにもなさすぎるから細かく見ても分かんないっていううん、うんでもなんかすごいよねパワフルだよね子供何人いるんだっけ子供も 3, 3人だっけ2人だっけいてあ4人いるんだっけもと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 4人いて次5人目は元気だよねパワフルじゃないあの子 うん、めちゃめちゃパワフルだなって思うよねそう相当なんかマジックポイント MP 消費するじゃん多分妊娠出産ってさそうそれをなんか1人2人じゃなくて4人あげく今も5人目みたいなう相当 MP 持ってるよねゴールデンスライムかよマジで産むだけでもパワフルだよねゴールデンスライム分かんないすいません産んじゃいけないやつほど産むとか言って また施設に預けるんだろうな。いや、そうなんないといいよね。そう。二人よね。そう、ミズニャンとね、ペガコさんをさ、ね、幸せの方向に導き出すね。ね、あの、子供を産んでほしいよね。うん。二、ね、人が、二人の子供、二人の血のつながった子供が生まれることによって、二人が変わってくれてね、いい方向に行けばいいよね。うん。どちらかといえば、キングスライムだけどな。あ、でも、キングスライムの方が MP 多いんだっけ マイナスかけるマイナスはプラスになるはずああ確かに思ってないことよく言えるよないや思ってるよハグレスライムは誰みずにゃンちょっとハグレスライムっぽくないすぐ逃げるじゃん <laughs> マルコさんとかさモグゴリ来店するとすぐ逃げるじゃん帰るじゃん水ニャンってハグレスライムっぽいやん、うん、経験値稼げないハグレスライムハグレスライムハグレメタルあはごめんメタルスライムかハグレメタルかうんハグレメタルかとメタルスライムか 帰ってください連呼しハ M.P. ハハハ体力も低い。ハハハメタルだわ。